三号町というところでね、この王子の隣というイメージがございますけれどもね、三号町。でもなんかいろいろね、僕は結構思い出深いところでした。個人的にははい、なんかここからね練習試合の学校に行ったりとかっていうのも結構あったし、はい。でもね、まだまだこう知らないこともあるんですが、こうアイニャン三号町のイメージみたいなどうですか？三号町結構最近テレビで出てるのがバンジージャンプがあるって言って、そうやそうや、そうなんですね。そう、いや俺もねやりたかったんよ。バンジー大好きやから、大好きだからね。やりたかったけど、まあ、今回はねもう盛りだくさんでね、他にもお伝えしたいことが山盛りだから、バンジーはしませんでした。ほんまですか？ほんまですか？2週続けて来週行ってくださってもいいですよ、三号町でバンジー。寝る泳ぎ方が半端ない。ね、バンジーは楽しいですからね。こちらも行ってほしいですが、はい。それ以外の魅力もたくさんございましたんで、VTR ご覧ください。どうぞ。奈良県北西部にある三号町。南には大和川が流れ、雄大な四季山が町を見下ろします。今の時期は色鮮やかな紅葉も楽しめる自然の魅力にあふれた町です。 JR 三号駅にやってきました。ちょっとレトロな雰囲気の駅ですけれどもね、大内に着く1個手前の駅なんで、大内で降りなあかん、ないしは乗り換えなあかん時に、ああもう今三号やからそろそろ今から降りる用意しようかっていうような、なんかそういうイメージのある駅なんですが、こんにちは。あ、こんにちは、どうも。テソさんですか？あ、どうも、テソって言います。よろしくお願いします。今日は、竜田五郎のですね、説明に、はい、三号町教育委員会がさせていただきました、大塚と言います。あ、大塚さん。突然現れた教育委員会の大塚さん。竜田五郎とは一体何なのでしょう？三号町が、大和と大阪の河内の境目にあたるので、はい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 、昔からその道を古来からですずっといろんな方が歩かれていた場所が実はありまして、ちょうどこの前の道が実はそれにあたるんですけども。そうですか、はい、この駅前を通る道が竜田古道。飛鳥時代推古天皇の時代に平城京から法隆寺浪速図を結ぶ街道として整備された道を皇族や官人などが多く利用しました。そしてこの竜田古道を詠んだ和歌が万葉集にも残っています。その和歌の中で重要な役割を果たす三号町のゆるキャラ竜田姫と一緒に三号町にある万葉集の歌碑を巡ります。あ、歌碑がありますね。高橋虫丸という歌人が上だった歌でして、なんていう人ですって？高橋虫丸っていう。全然知らないです。そうです、変わった名前なんですけども。はい。もう万葉集って確かにもういろんな人が歌を載せてるんですよね。そうですね。位も上の方の位の人からもう貧しい位の人までなんかね、いろんな人おるって言って習いましたけど。はい。これはどれぐらいの身分の方なんですか？まあ、藤原家の元になった藤原4兄弟がいたんですけども、はい、そのうちの馬飼さんに仕えてた方で。ちょうどその馬飼を送りに来て読んだ歌と言われてますね。歌なんですけども、我が雪は七日は過ぎし竜田彦夢子の花を風にな散らし。歌に出てくる竜田彦は竜田姫と共にこの地域を守ってきた夫婦の氏神様。その神様に旅は七日は過ぎないからどうか桜の花を風で散らさないでくださいとお願いした歌です。だからその高橋虫丸さんも竜田彦を竜田姫に向かって、この間の桜を風で散らさんとってくれって言ってこうやってお願いしてあったわけですね。そうですね。多分、まあ、役場の職員さんでしょうね。ようここまでやってくれはりますね。そうですね。万葉歌碑は町に4つあり、 JR 三号駅の西側にある岩瀬の森や古来より歴代の朝廷からも深く信仰された竜田大社など駅から近い場所に3つあります。もう一つは竜田古道の山沿いの道、三室山の遊歩道にあります。こちらが、はい、大友やかもちという、あ、これ有名な方ですね。そうですね、家持ちって書く人です、ね、そうです、家持ちと書いてやかもちと言います。めっちゃ家持ってんぞみたいな感じやろうって社会の先生が言うてあった覚えてます。万葉集を編纂したとも言われている、はい、方ですけども、歌はですね、竜田山、はい、五つ越越し桜花散りかすぎなむ我が帰るというということで、まあ、いろんな方がやはりここは桜の名所ということはイメージが持ってたんでしょうね。へ
この歌は滝田の山越えの最中に見てきた桜の花は私が帰ってきた時には散っているんだろうなと桜の花を名残惜しむ歌です。だからああいう感じでこの桜が散ってしまうんじゃないかなっていうことをもう気にしてるっていう。そうですね、うん、誰なんですかね。またさっきとは別の職員さんですよね。ノリノリっすよね。必要以上に演技をしてくださるんですね。ここからは道が険しくなるので滝田姫とはお別れ。三室山の頂上を目指します。三室山、そうですね、竜田山自体、竜田道自体まだまだ上まで続くんです。はい、一旦ここまでが実は奈良県っていう。なるほど、これ越えたらもう大阪になっちゃう。そうなんですね。ああ、それもう奈良テレビではもう絶対に放送できないとか。そういうことですね。そしてこの上が展望台。うわあ、すごい見晴らしいじゃないですか。奈良盆地ですね、一望できるという場所。はあ、へえ。川沿いの道とやっぱりこの山の越えていく道、はい、2つ考えられてるんですね、で川沿いが一番早いのは早いんですが、はい、どうしてもこの奈良と大阪との府県境にある亀の瀬っていう、はい、あの難所がありまして、まあ、そこが地滑り地域になるんですけども。わあ、地滑り。万葉集でもやっぱりお揃いの坂とか賢子の坂というような、あのそういう表記をされていて、万葉集の中でもあのそこを通るときには武蔵を祀って神様にですね、で無事を祈って越えていくっていうような表記がされてるんですね。そうですか。なんかすいません、なんかそういう光と影みたいな話になると思うんですけど、はい、今ちょうど僕だけ光当たってて大塚さんが影になっちゃってて。そうですね、ほんまごめんなさい。いや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 、もう僕の方がなんかええ道みたいな感じになってますわ。そうです、僕はねちょっとあの山の道という感じで、やっぱ山の道の方がね安全で。そうですね、この道自体山を越えていって、その危険な亀の瀬を迂回する道だったので、はい、この道も使われてただろうという。あ、そうですか。三室山から万葉人への思いを馳せました。 CM の後はメイドイン3号のおしゃれアイテム。パクリですわこれ。そうだ、パッションのパクリ。学生時代よくやりましたけど。インフルエンザの流行に備えてお早めに予防接種をお受けください。また手洗い、うがい、マスクの着用を習慣づけましょう。発熱などの症状が出たときはお早めに医師の診察をお受けください。私は母から化粧を教わった。私も母から化粧を教わった。娘と孫にサプリを教わった。 DHC はいつも私たちのそばに。 DHC では多数の博士研究員が研究開発に取り組み、高品質な商品を国内の自社工場で製造。多くのお客様に選ばれて約半世紀。大切な人には信じられるものを。あなたと共に生きる DHC。 あなたの街の信金は気軽に何でも相談できる安心のパートナーです。奈良市、山信、中信、あなたの町の信金です。滝田古道の歴史から三郷町の歴史を学んだ哲夫。続いて向かったのは週末には行列ができるというおしゃれなカフェ、ファンチャーナ。三郷町の特産品を使ったあるグルメが今人気なのだとか。わ、失礼いたします。こちら三郷町特産黒枝豆を使いましたアーリオンオーリオでございます。実は三郷町は今町内で栽培する黒大豆を特産品として PR 中。通常の大豆より大粒な黒大豆を使ったパスタのお味は、めっちゃめちゃ美味しいですわ。豆なのにお肉のような味わいが美味しい。オリーブオイルと合いますね。美味しい。黒大豆は収穫のシーズンが短く、今回は哲夫のために特別に作っていただきました。通年では黒大豆のジェラートがいただけますよ。ところでこちらのカフェ、店内になぜかこんなスペースが。カフェの中でこうして
地場産業であるセッタを紹介させてもらうというプロジェクトを立ち上げました。あ、そうですか。三郷町は100年以上の歴史を持つ草履・セッタの産地。こちらのカフェではオーナーの星田さんを代表に町内にあるセッタ製造業の芝総商店とタッグを組んでデザインセッタ3号というセッタブランドの商品を製造販売しているんです。またいろいろおしゃれなセッタが並んでおりますけれど、ね、女性にも履いてもらえるようなおしゃれ履きとしてデザインしているものばかりなんです。あのネイルと一緒に楽しんでもらうのも、はい、あのセッタならではの楽しみ方ですね。セッタを履いている女性客の姿も。普段からこのセッタを履かれるんですか？ほぼ毎日履いてます。あ、そうですか。やっぱりなんか普段のクッソ来るのと違います？なんかセッタでこうやってカフェ来るっていうのは。あ、もう全然違いますし、結構やっぱり見られるので、はいはいはい、ちなみに、何を飲んでるは？ラテです。カフェラテ。もうカフェラテ。あ、見てください、もう飲み物もやっぱおしゃれですもん。機能性、耐久性に優れ、鼻緒のデザインや履き心地にもこだわったデザインセッタ3号。鉄尾も履かせてもらいました。うわ、しっかりしてる。うわ、わかるわ、この、うわ、履き心地ええわ。その人の足の形に馴染みますので、これがね、外国産のものや機械で作られたものだと、もう形が決まってしまって動かないんですよ。で、これが職人の手作業だと、ちゃんとその人の足の形に動いてくれる、馴染んでくれるので、だから履き心地がいいんですよ。なるほど。で、今みたいにね、ちょっとかかとはみ出して履いてもらうのが粋な履き方なので。あ、これがいいんです。そうです。これはもうまさに今粋な履き方していただいてます。そんな職人の技を見たい。そこでデザインセッタ3号を手掛ける職人の夫婦を訪ねました。で、奥様の方の作業は今はこれ何されてるんですか？今すげと言って、花緒と天の分を、あのザガネっていうのをつけて抜けないようにして、で、あの形を作る癖を取るっていう作業で、いや、こういう感じで、いや、すごい。これを奥さんも手で一つ一つやってあるわけですか？はい、頑張ってます。どうですか、やられてみますか？え、いいんですか？はい。ほんまですか？なんかもう空席一つ用意してくださってますよ。ここで何でもできる鉄を、天と呼ばれる足の裏が当たる面に鼻緒を滑る作業に挑戦することに。いや、大丈夫ですか？よかった。いや、ありがとうございます。よかった。で、次に、はい、あの後ろの穴に通していく、はい。この後、穴に通した鼻緒の紐を結ぶ作業が職人の技の見せどころ。押さえながら、はい、グッて今度を逆にしてこのままで、これで OK なんです。今のほんま一回こうね、緩く結んで、ね、その次もう一回こう結ぶって時にね、この緩く結んだやつがふわってなるんですよ。そうそうそう、あれで腹立つんですよ。来ました。中心部を私は押さえるんですよ。中心部を押さえましたね、はい。で、今度それを持ったまま、はい、何かの指で持ったまま、はい、反対に押さえるんですよ、はい。これはせやけどね、ほんまにあともう一本手いるで、これあともう一本欲しいね、手が、はい。伝統技術に現代風の手法を取り入れ生まれたデザインセッタ3号。町の歴史を受け継ぐ職人さんの思いを聞いてみました。セッタってずっと、まあ、もともとこういうね、糊で貼り付けるとかそういう作り方じゃなかったと思うんですよ。やっぱり時代に合わせて変わってきてると思うんですよ、はい。技術ってやっぱり残していかなあかんと思う部分もあるし、はい、革新的なこともやっていかないといけないということで、バランス取りながらやっていきたいなと。わざわざその靴履いて、靴でラツコってしんどい目して靴履いていくというよりは、その楽にペッと履いて、でしやけども、なんか あいつ足元サボっとんなって思われへんようなね、なんかまさにそこね、ね、ね、足元サボってないんですよね、はい。最後はビジットなら恒例のお風呂。奈良の
大パノラマが楽しめると有名な信貴山観光ホテルで信貴山唯一の天然温泉をいただきました。万葉集の歌人かのように最後は和歌を一句読ませていただきます。セッター博カフェの店員青が好き、役場の職員アホが好きか、ね、いいかね、ノリが良かったんでね、ちょっとアホなことするのお好きな役場の方多いかなというふうに思わせてもらいました。すいません1、2、3、5、5、5、5。何を言うとんね3号ってねこれね、無理やりつけたかねいやでもね、あの3号の方もしかしたらもう言ってはるかもわかんないですよね。もう大早に、すでに、はい、そうなんだ、ね、どうでした？あのデザインセッター3号さん、すごい素敵でした、うん、おしゃれ。セッターとか草履のイメージがちょっと変わるというか、こんなおしゃれならデイリーに履きたいなってすごく思いました。昔からのね、名産やけど、こんな若い人の感性だったらいいよね。欲しい、そうですね、前からね、こう足の健康にいいんですよ、こう足でね、素足で履くから。子供たちもね、いいおすすめやという話を聞いたことあるから、うん、ね、すごいな、そのデザイン、これすごいじゃないけど、なんかこの辺のね、デコレーションの感じもね、すごい、うん、すごいね、あのなんか若い子向けのやつもあれば、そう、あのお子さん向けのやつもたくさん作ってありました、やっぱり、ね、いや、もうおしゃれですよ。でさ、あのこれセットって左右がないらしいんですよね、はい、でなんか外側の方のこの鼻緒の柄がよく目立つんで、その今日は例えばこんなやったら、今日は大体色を見せたいなやったら、これを左に入ってとか、今日は白見せたいなやったら、これをあの右に入ってとかね、なんかそういう組み替えもできるらしいです。はい、伝統を守りながらっていうのがいいですよね。そうですよ、そう、伝統を守りながら三号町の伝統っていうのがね、セッターの文化っていうのがあって、それを代々受け継いで貼って、でまたこのここの花をっていうんですかね、ここのもうその職人さんとかもまたいてはったりもするわけなんですよ、はい、でこの、たった鼓動っていうのがねございましたけれども、多くの歌が読まれてるっていうことなんですよね、これ川上さんね。さっき一つ間違い指摘していいんですか？あの和歌は句ですけど、あの、あの俳句は句ですけど、和歌は詩なんですよ。一首だ。一首って言わなあかんねん。4500首って言わなあかんで、なるほど。そんな。なるほど。よく気づかなかった。気づかなかっただけが。すみません、すぐだから私にもいい種、うん、実はですね、結構僕の歌に、はい、あの立ちたかなとか読まれまして、で、あの、まあ、枕言葉なので、私も先輩と一緒に実は来たことがあるんですよ、はい、この辺に、こう枕言葉巡りであちこち、結構ですね、こういうなんか、もみじ、もみじも有名ですけど、もみじとしぐれが、一緒に読まれたりするんですけど、はい、ちょうど来た時になんかその雨が降りそうやな、ちょうどぴったりやなって思ったら、急にしぐれが土砂降りになって、私たちがびしょ濡れで、大変でしたけど、なんかめちゃくちゃ美味しい、あのかりんとまんじゅうかなんか、それっぽいもの見つけて、その辺に、もう美味しくて美味しくて、最高でした。タッタというのはね、こう前橋の世界の有名な、最近あのアニメとか落語で有名なね、タッタ川のこう成平の歌があってね、あの川なんかもあるから、本当にこう三号っていうか、三号タッタ川っていうか、あの昔のね、こうタッタ川はあのなんていうのか、東西の亀の瀬のあたりのね、あの大和川だという説もあるから、でもう三号町はもう万葉も万葉、あの百人一首もね、両方のふるさとだということも言える、ますます歌にね縁があるところですね。そうなんですよ、ね、ほんま立ちったって出てきますよね、ちはやふるの歌に。そう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 、そうなんです、やっぱりね、そのチキンタッタとかで、ね、そのタッタ揚げはいはいはい、ね、なんか由来も、まあ、いろいろ聞いてはみたんですが、うんうん、まあ、まあ、いろいろ諸説はございます。ざっくり、はい、どうやら話は長くなるらしい。また次回会いに、バンジージャンプだけしとけ、言っといてください。いや、私じゃなくて、言ってくださいよ、哲夫さん。いや、俺は好きやねんけどね。なんかちょっとだけ映って
ってたというのはなんか期待を持たせますね。あの箸がね、バジの箸を持ってましたけどもね。僕の店でもしゃあないじゃないですか。そうだな。僕はお風呂だけでね、皆さんもう満足してくださいますんで、アイアンは今度またジャンプしてください。いやいやいや、宮城さん頼みます。はい、鈴木さん頑張って。掛け声は1、2、3、5。なるほど。まとまりました。はい、ぜひじゃあもう2番号に遊びに行ってください。以上、ビジット花でした。明日からうまく言えば来てるかもしれない。耳からじゃ。さあ、ここから1週間の奈良、全国、世界のニュースを振り返ってまいりましょう。まずは全国、世界、こんな1週間でございました。